はい、ご視聴ありがとうございます。今やったのが9都市の、まあ、ベネットソロですね。これマルチでも使えるんですけども、まあ、ビルドなんですが、僕はねよく使ってる、まあ、愛される少女ベネットっていうやつに、まあ、攻撃力もちょっと追加したいんで燃え盛る魔女をあのつけて、まあ、攻略の速度を上げてみたって感じなんですけども、これがマルチだと相手の、まあ、火力も上がりますんで、まあ、僕はいつも紹介してるあの愛される少女4セットのベネットと組んだ方が、あの7000後半ぐらいの回復力になりますんで、8000超えてくるんで回復力が、だからそっちじゃないとちょっと耐えられないですかね。6000後半とかだとちょっと耐えられないんで、まあそっちにすると。でソロの場合はこれであの対応するのもありだと思います。で武器は腐食の剣ですね。今あのなんだろう、イベントで強くなってるんで、まあソロでやるんだったらこれで火力上げてやると、さっきみたいな何万もダメージのあのやつを連続で打てるというような感じになってます。
ちょっとビルドはそうだな、ちょっと厳選してるんですけども、まあこういって会心ダメージとかの入ってるものを使うと敵倒しやすいと思います。でチャージ効率の目安としてはやっぱ200-230ぐらいあると元素爆発のタイミングと合ってくんじゃないかなと思いますけど、まあ元素爆発は回らないとさっきのところ死んでしまうんで、まあそうだな、まあここをチャージ効率に振ると、まあ、マルチだったらみんなでガンガン叩くんだったらもうまあ200ぐらいまで下げてもいいと思うんですけども、まあこれぐらいがベストだと思います。でいつも僕の使ってるものであれば愛される少女ベネットのビルドですね。これとでここ HP ぶりの、まあ正直ここのね非元素ダメージアップとかにしないとちょっと倒しづらいんで、マルチの場合はみんなに火力を保っていただくって感じで やってください。そうすると HP がね3万をちょっと超えてくるんで、こういう形で組むとかなりいいんじゃないかなっていう感じです。まあ、HP とかの入ってるものであれば3万を超えてくると。でここで、うん、まあ、HP とチャージ効率も含めてやって、こういう240以上の回復力がかなり高いものになります。まあ給湯樹とかだと多分マルチ行っても水キャラを使うことがもうほぼないと思いますんで、まあ、ベネットの元々の回復力が高い状態じゃないとちょっとね難しいんじゃないかなと思います。まあ7とかでも対応できるんですけど、7って、まあ、元素溜まりづらいっていうのがあるから、その回転が今回早いんですよね。給湯樹の次の爆発までのタイミング3回来るこの爆発のタイミングで、7だと元素爆発を打ったりとかするのがちょっと難しいのかな。まあただ7の場合でも全然いいんだけど、ちょっとねかなり厳選されてる7とかじゃないとね、大事故とかになっちゃうと思うので、大事故で、まあこれとか使ってやるのもいいんですけどね。まあ、ベネットであればみんなの火力も上がるし、なかなか全員でタコ殴りにするのはねかなり面白いんじゃないかなっていうことで、今回まあソロでやる必要はあんまないようなゲームなんですけども、一応今回こういった形の面白い、まあ、ベネットの戦いができるっていうところでちょっと動画出してみました。今回イベントもうこれで終わりなんですけども、まあちょっとベネット今ピックアップ来てるんで、まあソロでこういう戦い方もできるぞっていうところで、皆さんまだね引くチャンスがある今のうちにやっていければ一番いいんじゃないかなと思って提案させてもらいました。はい、さあ、一応こんな感じでチャンネル登録と、ね、高評価の方してもらえると、またどんどん動画の方出すね意欲になりますんで、協力していただけると非常に嬉しいです。あとはそうだな、ライブよく私やってますんで、まあ、ライブの方にお越しいただいて、まあ、ビルドの動画であったりとかいろいろ相談してくれると直接答えれるんじゃないかなと思います。はい、ということでこんな感じで今日の動画終わりたいと思います。またご視聴の方よろしくお願いします。グッバイブラザー。ベニー冒険団出発。